どうもなおちんです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ、メタファーが発売されまして1週間ちょっとが経ちました。そろそろ全クリするよっていう人も多いのではないでしょうか。今日はですね、全クリ前にぜひやってほしいこと4選やっていきたいと思います。全クリの後は2週目を始めると思うんですよ。その時にこの4つを済ませてるのと済ませてないのではだいぶ差があると思います。さあ、それでは全クリ前にやってほしいこと4選やっていきましょう。それでは全クリ前にやってほしいこと4選、その1、防具集めですね。このラストステージの敵、いい防具を落とすんですよ。しかも3種類、その3種類を4つずつぐらいは集めてほしいです。性能がね、結構いいんですよ。その防具っていうのが、この3つ。ヒヒイロカネの鎧。で、ビシャモンの鎧と、グゼの鎧ですかね。この3つを落としますので、まあ、4つずつぐらい持っておけば間違いないと思います。性能が全然違うんですよね。ヒヒイロカネが残属性が耐性になる。ビシャモンが突属性が耐性。で、グゼが、海属性が耐性ですね。すべてにおいて、使い道がありそうですので、これはぜひ集めるようにしてください。で、落とす敵ですけども、まず、グゼの鎧ですね。が、この、グリフォン。このグリフォンが落とします。毎回じゃないけどね。毎回じゃないですけども、まあ、5回に1回ぐらいは落としてます。うん、5回に1回ぐらいは落とすので、まあ周回して入手するようにしてください。で、こっちにいますミノタウルス、赤いミノタウルス、あいつが、ビシャモンを落とします。あいつがビシャモンを落としますので、こいつも、1つのステージに3体しかいないかな。なので、落とさなかった場合はまた出入りを繰り返して倒し回ってください。で、最後ヒヒイロカネですね。ヒヒイロカネは、こいつです。このヘルムをかぶってるやつ、このヘルムをかぶってるやつが、ヒヒイロカネを落とします。まあ、無限に湧く場所がありますので、まあ、そこで入手するのもいいのではないでしょうか。うん、そうね、ヒヒイロカネはそこそこ出やすいです。ビシャモンが出にくいかな。まあ、とにかくグリフォンが、グゼで、ミノタウルスがビシャモンで、ヘルムをかぶってる人間が、ヒヒイロカネですね。倒して入手してみてください。続いてクリア前にやってほしいこと4選、その2、お金稼ぎとアーキタイプのランク上げです。2周目に入るとレベルは引き継ぐことはできません。しかし、お金とアーキタイプのランク、これはね、引き継ぐことができるんですよ。なので、1周目のラストステージで絶対に全てマックスにしておいてください。そんなにね、時間はかかりません。やる場所ですけども、他の動画でも紹介しておりますけども、ここですね。この歯のモンスターが出てくるところ、ここで、パーティーを自分一人にします。で、一人にした状態で、アーキタイプを魔導士系、そうすると、その場で全体攻撃を行えるようになりますよね。で、これで、敵を刈りまくる。連射コントローラーの攻撃ボタンを押しっぱなしにして、刈りまくる。とにかく刈りまくる。放置でいいです。で、そうすると、レベルも99になりますし、お金もカンストします。で、アーキタイプのランクも全てマックスまでも、そこまで時間かけずにやることができますので、まあ、この、レベル上げ、ランク上げ、お金稼ぎ、ここでぜひやってみてください。で、ちなみに、ここ親分みたいなのが出るんですよ。でっかいのが、さっきもいたんだけども、あいつは、レベル90までは、通常で倒さないといけませんので、まあ、90までは手動で
倒しつつ、でレベル90からは、放置でやっていく感じで大丈夫です。おそらくねレベルは95か96になる頃にアーキタイプ、全てマックスになってお金もカウントすると思います。まあ、99まで上げなくともそれぐらいまでやればいいかなと思います。はい、まあ、簡単なのでやってみてください。まあ連射コントローラーは必要なんですけどね。それではクリア前にやってほしいこと4選その3、武器集めですね。ラストステージは防具だけではなく武器もいいのを落とすんですよ。ただしね、最強よりは劣る。でも一つだけむちゃくちゃ強いのが出るので、これも集めてほしい。まあ、できれば4つできれば4つですね。で、その装備っていうのが、あ、これ、福の神のソロ版ですね。商人系の装備になるんですけども、お金スキルの威力大幅アップと消費増ですね。消費するお金が3倍になるんですけども、威力が2倍ぐらいに上がりますので、これ、ボス戦とかにめちゃくちゃ使えるんですよ。で、このゲーム、商人系むちゃくちゃ強いんです。なので、ぜひこれ、4つ以上持っててほしいですね。これはね、かなり出ます。かなり出やすい。防具とかに比べて、ものすごく出やすいので、まあまあ、すぐ集まると思います。で、落とすモンスターですけども、ここで無限湧きします。このね、こいつ、下駄履いてる、2本足だけどね、なんか1本足みたいになってるやつがいるんですよ。ちょっと分かりにくいな分かりにくいな。なんかね、下駄履いて1本足がいるんですよ。あいつが落とします。で、ここで倒したらばまたすぐに、湧き出すので、集めるのはそんなに難しいことではありません。出ろ、出ない。あー、出た。やっと出ました。意外と出なかったな。出ると結構ね、ほんとポロポロ出るんですけども、ちょっと今日は時間がかかりましたね。それではこれが最後ですね。クリア前にぜひやってほしいこと4選最後の4つ目、強力なアクセサリー集めです。このアクセサリー集めが本当に難しい。なかなか出ないんですよ。でもすごく強力なので、ぜひ集めてもらいたい。そのアクセサリーっていうのが、これです。アティルトの反響とアッシャーの反響ですね。アティルトの方が、万能以外の魔法属性を反射。で、アッシャーが、物理系をすべて反射になります。これものすごく強いでしょ。これをまあ4つずつ欲しいところですね。で、落とすモンスターですけども、この歯のモンスターの親分です。ここ倒してると、まあたまにでかいのが出るんですよね。そのでかいのを倒すと、ほんとごくごくまれに出ます。肌感としては1時間に1、2個出るかどうか。こいつ出ないね。こいつから出る、出ないですね出ないですね。こいつを倒した時にほんとごくまれに出ますので、まあまあまあやってみてください。もしかするとあれだね、エンカウントしてやった方がいいかも。これ間違いないな。エンカウントした方がいいですよ。職業を、タイクーンに変えますよね。な、タイクーンの、スキルで、ラッキーレアアイテム。だね、終了時にレアアイテムの獲得率が 20% 上昇する。ですよね。これ、で入手しやすいんじゃないかな。よし、やろう。どうだ。あ、出た。いや、やっぱりだ。やっぱり
普通にエンカウントして、承認スキルを使って倒したらいいですね。 20% ですけども、レアアイテムの獲得率が上がりますので、それでやってみてください。あ、なるほど、これ知らんかった、これやってなかったわ。はい、ということで今日はクリア前にぜひやってほしいこと4選やっていきました。この4つをするのとしないのではだいぶ違いますので、ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。